的な問題で対戦いっちゃったりしてると思いますが、よければ本当見てってください、さっきまでソニックいたけどソニック帰っちゃって今12人かで、スケロクさんが来るって言ってたんだけど来れないかな。まあそれはそれでしょうがないかな。今日なんかね、さっきから見てると、オイガーズ本当前線してるなって思いながら見てるんでね、いやーなんかすごい。そしてマイケルさんもね、やってきてすっかり豪華な面々。今まあ5台あるけど、今日はねさすがに3セット遠征者3人との対戦だけで動いてますけども、アナゴさん、白黒さん、マイケルさんとね、遠征側対オイガーがっていう感じでね対戦してます。お、投げる。相原が決めた。いや、なんかやるな、ほんと今日。ほんと今日ね、こんなに前線してるのね、おじさん感激しております。いろんな人今日追い風も来てますけどね、ぜひ臆することなくやってもらいたい。こういう時にね、まあとにかくね、遠慮したら負けなんだよね。こういう時ってもうどんどんね、勝つ負けるとかそういう問題じゃなくね、ガンガン対戦しながら経験を積むことってすごい大事なんでね。わあ、どんな当たり方しとんねん。ジャンプ中キックは不思議な当たり方をする。いや、バックジャンプ中キックやらしいな。ダウンにならないだけね、まだいいのかもしれないけども、それでもやっぱやらしいなと思う。もう膝がすかったけどもね、垂直で逃げようとするところには膝が置いてあって、すでにね、ジャンプされちゃった場合にはバックジャンプ中キックで落とすみたいな感じのね、うまい使い分けをしてる。で、相原も今度は逆にね、ジャンプ中キックで落とされるんで、早めの空中アックスかなんかも織り交ぜながら空対空迎撃すると、うまいブロッキングから投げる。